よお前ら、これ坂田君の予防方法を特設の2022年8月12日水曜日です。ここはね、旭川市神楽なんとかのトライアル神楽店のところですね。はい、行きます。ナスの進行、ズバネの感じが進行どう。7月らしいんで、8月はなんかあんまり見てもしょうがなくはないかもしれないけど、あれなんでやめました。札幌に向かいます。
一番になります。昔から酸っぱいと言われてますね。ヨシタは酸っぱくないんですか？Thank you.
だっけ、あのトライアルって言ってた時も6000ついてたんで、もうすぐ7000かな。まあ30分当たってないと思うから、わかんないけど時計ないんで。夜の車載とかって言うと実際どうなんだろうね。まだ映ってないの。おしゃれな感じ。チェーン店なんですね、あれ。一回三好に食べたことある。木工事の、まあ、こんなおしゃれなとこじゃなくて、本当に昔ながらの食堂みたいな感じでした。郊外だとこんなあれなんですね、おしゃれな感じ。なんかあれのドライブスルーまであるし、松屋とか中尾とかそんな感じの雰囲気。
くりです。ナビないんだよ。ナビないんで。出る前にね、こう、スマホで検索して、地図を頭の中に入れていくんですけど、実際のその平面の地図とね、線道路は違うんで、実際走るとね、ちょっと迷うんですね。まあ、かといって運転中にね、地図見るわけにはいかないんで、走りながらちょっと間違えたらちょっと修正していくって感じですからね。
プラスにあるんですよ、同じところやつ。
あ、そう、なんかイオンがある。ボーボー